私たちはねぐら入り前集合って呼んでますけども、やっぱり一晩寝るわけですけども、みんながやっぱり安全かどうかを確かめたいんですよね。少しそこでね、集まりながら、まあ、暗くなる時間を稼いでるということもあります。安全なんですね。一番彼らにとって怖いのは外敵です。特に猛禽類と言われているタカの仲間に襲われるのは非常に怖いわけですね。市街地とかですね、それから人家の近くのところの滝山なんかが、でぐらいに使われるということは、おそらく、一番は安全性、そして人が自分たちに害を与えないということも知ってるんだと思います。